モンスターストライクは世界累計利用者数4900万人を突破しました。スマホアプリにとどまらず、スポーツ、アニメ、リアルイベントなど友達や家族とワイワイ楽しめる場所を創出しています。これまで、モンストの遊び方は時間が経過すると出現するクエストを遊ぶというのがメインなんですけども、モンスポットに関してはそうではなくて、日常的に発生する移動というものをきっかけにゲームを遊んでいただこうというのを狙って企画しました。位置情報を使った機能というのは我々初めての挑戦だったんですが、 Google マップスプラットフォームはその場で安全にゲームを楽しめるかという表を持っていたので、スポットを選定する際に大変助かりました。位置情報の正確さ、 POI の多さ、ゲーム用にカスタマイズされているなどいろいろありますが、海外の POI の情報も持っていたというのが一番大きな理由になります。実際リリース後はモンスポット遊んでいる方と遊んでいない方では平均で 30% ほど移動数が増加いたしました。モンスポットなどの全く新しい機能を追加することで、ユーザーの方々にまだまだ楽しんでいただける余地が大いにあると思っているので、これからも皆さんに喜んでいただけるような企画を考えていきたいなというふうに思っています。